はい、どうもこんにちは、はるです。今回もモッドを使って、ある企画したいと思うんですけど、今回使うのは、ミキプルーンモッドという、お察しの通りのモッドです。知ってますかね、ミキプルーン。ほら、これね、ミキプルーンの苗木ってやつ。あれを使って、ミキプルーンを使って、エンダードラゴンを倒したいと思います。はい、それではやっていきましょう。まずとりあえず、ミキプルーンモッドの紹介から始めようと思います。とりあえずね、ここにいろいろあるんだけども、はい、とりあえず、これがミキプルーンモッドで追加されるミキプルーンです。はい、でこちらをねゲットするためにはですね、はい、これねミキプルーンの苗木、これをね植えるっていうか、バニラの世界で、どっかにあるんで、探してください。とりあえず、僕は今、クリエイティブで出しちゃいました。これを、とりあえず、骨粉で今、育てちゃいますけど、この状態になったら、バシッとやると、こちらの、ミキプルーン、ミキプルーンじゃねえ、普通のプルーンと、プルーンの種というのが手に入ります。そしてですね、このミキプルーン3つと、あとこのガラス瓶を使って、このようにミキプルーンができます。このミキプルーンですね、即時回復に状態異常回復という、もう波のポーション以上の能力を持ってます。これビンゴと食ってんだろ絶対。ビンゴと食ってるよな。はい、でこのプルーンでどうやってエンダードラゴンと戦うかと言いますとね、この普通のプルーン、このように9個並べると、プルーンブロックというものができます。はい、でこちらの、プルーンブロックを、これまた、9個並べることによって、圧縮プルーンというものができます。はい、そしてこちらの圧縮プルーンをまた4つ並べると、こちら、プルーンインゴットができます。はい、圧縮されたプルーンの力と、はい、そしてこちらのプルーンインゴットの棒をこのように組み合わせることによって、プルーンソードができます。食べられる剣とありますが、待って、よいしょ、この剣なんと食べられます。はい、一回食べるとこのように体力が減るんですけど、これ回復量ってどんぐらいなのかな。ちょっと早くお腹減らないかな。あ、でもいいや、ちょっとめんどくさいので、自分で調べてください。はい、これが春のゲーム実況チャンネルスタイルなので、初見の方はご注意ください。はい、このようにね、牛さんもポイッと、倒せると。はい、これ、攻撃力プラス6ですね。はい、でこちらのプルーンソード、まだまだ、進化します。はい、こちらのプルーンソードを真ん中に並べですね、プルーンインゴとこのようにペンペンペンと並べると、プルーンブレード、攻撃力プラス7ができます。もう完全にもうミキプルーンの原型とどめてないけどな。はい、さらに、この、プルーンソードかな、プルーンソード、あ、ちょっと待って、もう一個作るわ、プルーンソード、プルーンソードを2個このように並べて、真ん中に弓、それでプルーンスラッシュができます。これ攻撃力プラス 6.5 で、プルーンブレードより弱いじゃないかって思う人いると思いますが、これね、なんとこのように弓としても使えます。弓っていうか、なんつうの、ライフルみたいなことに使えます。ちょっとケツにぶち込むわ。ダーンと。これ、剣としても、使えますと。遠近両用みたいな。そんな感じです。はい。あ、待って、作業台どこ行った。はい。そして、さらに、なんとこのプルーンスラッシュ。こちらをこのように並べることによって、できました。プルーンライフル。こちらですね、このようにプルーンを撃つことができます。あ、はい。こちらのプルーンライフルはですね、プルーンスラッシュもそうかな。ちょっと待って。あ、そうですね。こちら、切る分には問題ないんですけど、サバイバルでこうやって弾を撃つとなると、プルーンを弾丸にします。はい、このように今、右下のプルーンが減ってるの分かります。このように、プルーンを弾丸として使います。それは、プルーンライフルも同じ。で、プルーンライフルは連射ができるので、マジで強いです。はい、今回はこちらを使ってね、エンダードラゴンを倒していきたいなと思います。で、はい。じゃあまずエンドラ討伐の準備をしましょう。あ、ちなみに他にも、このプルーンモッドの
あの前のバージョンは 1.6 点なんだっけな、 1.6.4 とかだったんですけど、 1.7.10 番ではなんかアロエとかも追加されてね、あの鮭とかもなんかよくわかんないけど追加されて、まあいろいろできてるんで、まあそこはまあ自分でやってあの確かめてみてください。今回はプルーンしか使えません。とりあえずまあプルーンを持っていって、ちょっとライフルも慎重、あサバイバルでやります、もうガチンコ勝負で。ライフルを持っていって、まあとりあえずまあ近接用にプルーンブレードを持っていくか。じゃあなんかとりあえずブロックとかも使うかもしれないから、プルーンブロックにプルーンのツルハシ持っていきましょう。そしてまあ回復用にミキプルーン、まあこんなもんでいいかな。お金のプルーンとかあるんだ、これ強そうだな。よし、じゃあこれも持ってっちゃおう、持ってっちゃおうかな。いやでもなんかこれ使うと本当になんか余裕で勝てちゃいそうな気するけど、まあまあいいや、もうプルーンの全力を見せる。まあとりあえずまあこんなもんでいきましょうか。まあ防具、そうか防具は、そうかこのプルーンモッドですね、プルーンインゴットから防具作れると思いきや防具は作れないんですね。どうしようかな、鉄装備だけバニラからもらっちゃっていいかな。なんかちょっとやっぱ不安なんで鉄装備だけね、もらおうと思います。はい、というわけで、こちらの装備で、エンダードラゴンに挑みたいと思います。ウェイと、あなんかブーツが増えた、なんだこれ。じゃあエンドポータルを作っていきましょう。まあ、前回あの隕石で倒そうと思ったやつ、あれちょっと負けちゃったので、今回リベンジしたいなと思います。はいと、エンドポータル1丁上がり、よいしょ、あ待って、よいしょよいしょ。じゃあというわけで、ゲームモードを、サバイバル、サバイバルにして、よっしゃ行きましょう。じゃあ金のプルーンも食べちゃおうかな。おお、よし行きましょう。あ待って、これってあ回復はしないの、あなるほどなるほど、了解。じゃあとりあえずプルーンのツルハシで、あ意外と掘るの早いな。とりあえず外に出まして、さあエンダードラゴンの文字が見えましたね。これいつになったら外出るんだろう。お出た。さーて、ここから戦いは始まります。とりあえずプルーンライフルで、クリスタルを壊したいところ。 OK、 とりあえずまあエンドラにもダメージを与えつつ、待ってこれ超強いかもしれん、プルーン最強説ありますよこれ。あ待ってやばい、エンドラをエンダーマンを敵に回してしまった。オッケー、さあどんどんクリスタルを破壊していきましょう。おっとエンドラが来た。でもこれだとなんかいまいちダメージ与えられてないから、いまいちダメージ与えられてないから、とりあえずクリスタルを全部壊して、弾大丈夫、あ意外と弾の減りやばい。これ無駄打ちできんぞ、結構足りるかなと思ったけど、これ直線に飛ぶのでやりやすいですね。待って待って、エンダーマンが来てる。行って、まあ、プルーンブレードだ。うわ、行ってな。おら、おー、エンダードラゴン来た。じゃあそれではまあとりあえずミキプルーン食べよう。オッケー、おらよし、じゃあもうプルーンブロックで登ってこの上のクリスタルを破壊しましょう。待って、ロストしてない、なんで。なんで、そしてここはどこ。あーエンドポータルあった、よかったよかった。はい、ちょっと僕のミスで無防備にも高台に行ってしまって、それでやられてしまうという事件が発生したので、今のはちょっとプルーンのせいではない、僕のせいだということで、リベンジさせてください、お願いします。今回はもうプルーンもね、もう補充して、いざということで、行ってみましょう。じゃあとりあえずクリスタルはもう結構壊れたかな。おっ、ボール、よ
お、あれ当たんない。オッケー。ちょっとここのクリスタルをなんとかして破壊したいんですけどね。ちょっと高さ的に。よ、よし。うわぁ、もうプルーンだいぶ減ってる。やっぱすげえ減り早いな、これ。いっていっていって。いって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 。あ、こっちら辺破壊できてないな、全部。オッケー。くらえ、右プルーンの力。これね。プルーンのライフル。よしよし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ほら、くらえ。よし、あった。うわー、プルーン減ってきた。プルーン減ってきた、くそー。これでも足りねえか。あ、お腹減ってきた。プルーン食べよう。よいしょ。金のプルーンも食べよう。オッケー。ほら。よし、いいよ、いいよ、いいよ。当たってる、当たってる。オッケー。くそー、回復。回復されたんな。困るな。お、なんかいい感じにはめてね。で、あそこのね、あそこのクリスタルをなんとかして。うわー、もうプルーンね。くそー、プルーンねーな。ちょっとやっぱあそこ狙いにくいな。ちょっとじゃあプルーンブロックで、うおー、ビビった。お前ビビらせんな。ビビらせんな、お前。あ、これ箱詰めされてるんだ。じゃあプルーンライフルで当たれ。おーし、当たった。オッケー。これでも多分クリスタル1個も残ってな。あ、もっかい、もっかい化して。てか、勝てるまでやらして。よし。ま、食べちゃった。よし、行こう。さあ、どこだ、エンダードラゴン。うわ、なんか、だいぶ回復してん、だいぶ回復してんな。よし、あった。オッケー。あー、まだあそこに回復あんのが。くそ。よっしゃ、プルーンブロックを積み上げて。こんな時こんな時こそ、プルーンブロック。こんぐらいだったら知らないでしょう。いけ、当たれ。おーし、当たった。よーし、ダメージ。ダメージ入った。オッケーオッケー、いいよいいよ。早くこっち来い。早くこっち来い。来ない。入った。くらえ、ミキプルーンの力。よしよし、いいぞ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 。おっと。どこだ？いた。いたけど、待って待って。地味に痛い。地味に痛い。で、右プルーン食べよう。うわ、いる、いる。うわ、うわ、金のプルーン食べよう。うわ、なんかめっちゃ来た。やばい、やばい、やばい、めっちゃ来た。どうしよう。うわ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 、きついきついきつい。右プルーン、右プルーン。うおー、逃げろ。もういい、逃げろ。おらららららら、うらうらうら。エンドラ、お前を倒せばもう終わるんだ。早く早く死んでくれ、頼む。尺が伸びる。尺が伸びるから。よし、いい感じ。いいか、いった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 。うわー、相変わらずしてんな、お前ら。うおー、エンドラー、エンドラー。くそー、いて、ミキプルーン。よし、オッケー、ミキプルーン。もうミキプルーン様様だな、本当に。いっていって、だんだんミキプルーンの扱いに慣れてきた気がする。いって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 。オッケー、オッケー。あと少し、あと少し、あと少し。倒せ、いける。ミキプルーンならできる。中井貴一、あの世の中井貴一のことも思って。いや、中井貴一さん死んでない。うおー、うおー、当たらん。当たらん、なかなか倒れない。うわ、なかなか当たらん。あと、あと一発ぐらい、あと一発ぐらい。親から電話が来ましたので一度中断していましたが、さあ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 、あと少し、あと少し。いけるいける、俺ならいける。中井貴一ならいける。クライミキプルーン、よーし、オッケー。一時は結構苦戦してどうなることかと思ったけど、まあ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 、うまく倒せました。さあ、エンディングだよっ。
というわけで、ミクプルーンでエンドラ倒してみたでした。ありがとうございました。今日で、モッドの企画ものをたくさんため撮りしてるんですけども、このエンディングを見たの3回目です。はい、さようなら。